クワニア湖は、ウガンダ北部地域のリラ県、アパッチ県、アモラタル県にある湖、ビクトリア湖とアルバート湖の間の白ナイル川沿いの広大な湿地の一部である。そこは、クワニア湖の他より大きな清ガ湖などがあり、水面の面積はおよそ3420平方キロメートル、ジョージ沼地である場所は2180平方キロメートルである。クワニア湖は、 水面の約16%、540平方キロメートルを占めている。湖ではナイルティラピアやナイルパーチが大規模に漁獲されている。それらは移入種であり、1950年代中頃以降この在来の魚類を減少させている。1960年代終わりには、移入種は清ガ湖やクワニア湖周辺での商業漁獲量の約80%を占めている。 不安定な国内情勢、乱獲、補定葵による漁業への影響などにもかかわらず、1990年代中頃には、クワニア湖には34カ所の水揚げ場所があり、およそ1500のプランクとカノーアで約4500人が漁業に従事していた。AB、ウガンダウェットランズ。ロンサー、ピアニッシモ、37、2013年1月17日閲覧。 アドミニストレイティブマップオブウガンダ。ワンワールドネーションズオンライン。2013年1月17日、閲覧。インフォメーションオンフィッシュリーズ。マネージメントインザリパブリックオブウガンダ。レイク巨ガコンプレックス。フードアグリオーガニゼーションオブザユナイテッドネーションズ。2013年1月17日、閲覧。ありがとうございます。